はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、5月1日に山崎製パンより発売されたランチパック、ダブルホイップメロン&ミルク。こちらをご紹介したいと思います。フラノ産メロンを使用した商品となっております。2018年は北海道がなんと150年迎えたということで、それを記念した商品となっております。富良野さんのね、果汁入りホイップと北海道産牛乳入りのミルクホイップをサンドした商品です。もし詳しいのを見ていただきたいという方はぜひね、一時停止してぜひご覧ください。という感じですね。1個あたり156ということは、これ2個入ってるんで、312カロリーとなっております。フラノ産メロンはまあこういう感じでございます。フラノの盆地特有の気候と、まあ開けましょう、ね、果汁入りとね、さあではね、オープン。おお、このそうミルク、あれはね、ミルク果汁のホイップと北海道牛乳入りのミルクホイップがサンドしたという贅沢な商品となっております。ちょっと食べてみます。甘い。まあメロンだとね、甘ったるいっていう感じもするけど、そんなに甘いですけど美味しい。4です。このねホイップ美味しいんでね、結構美味しいですこれ。やっぱフラノ産メロンっていうのもあるからかな。でもさ、これさ、ふと思ったんだけど、オレンジ使ってんだオレンジ使ってんだ。そう、おいしい。ぜひこのフラノ産のメロンの果汁入りホイップと北海道産牛乳入りのミルクホイップをサンドしたダブルホイップ、ぜひね、5月1日発売されたばかりの商品です。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね。